まあ、荒川先生、今日、あそこにいなきゃ、まあ、いなくなるとか、そういうのはすごく大事だったんですね。で、大体ここで、普通の合気道の人たちってここでスタートしちゃうから、大体やられちゃうとか、だからこの間、まあ、ぐらいは、もう正面でやるのやめて、優先順位としてはいなくなって、考えましょうって、そういう話で、まず優先順位は、ここで技いくんじゃなくて、まずいなくなって、線を外して、自分がいなくなって、まあ、その練習として、まあ、転換と、的に、これ転換と、あと、右だと、こうね、こういうふうに持ち替えて、これ持ち替えて、このまま動きがいなくなる。まあ、そういう感じでやったし、やっぱり同じです。大事な点は同じで、この撮影の人、部品の形と、転換の形ね。彼、この足、来てこないように。じゃあそれを少し消えるってないですか。彼の視線から消えるっていうのがすごい大事だと思う。ここだと視線見えない、ここだと見えない。だから消えるって自分が消えるような感じ、自分がいなくなるっていうか消えるっていう、こう消えていなくなってる、こう向けば僕は彼に見えるんだけど、この位置だと見れない。でどこにいるか僕は分かる、僕は何でもできます。彼どこに相手がいるか分からないから攻撃のしようがないって、そういう状態、そういうのをちょっとね、結構やりましょうか。じゃあ、いや、一番簡単なやつは上としたね、まあ、この間ともに。ここまでやったらこう見えるんですよね。もうちょっと入る。ここまで。そうすると、上、下。もうちょっと入る。入り身で、こう。ここまで。ここだとちょっと見える。これ意識して。上から来た。上下。転換の時もここでやらない、ここでやらない。次は足変えて、見えてるとこの足を下げてボンってしますね。だからここじゃなくて、もうちょっと見えないのか、そして上げて下げる。意味もまずここでやらない、ここまで入ってで上げて下げる。じゃあそれやってみましょう。それちょっと見えないところで上下ね、見えないところで上下。今度はそのまま下へ、今度は下へ行きましょう。いつもやってることです。ここだと見える、でもここまで入ってれば見えない。で下、どういうふうに下、見えないところで下、こう来て、そのままやってます。切り替えて足を下がる。この場所でやってると、この場所でやってるとぐーっと来ちゃうんだね。足をさばいて、先にさばいて、それから来れば。いいかもしれない。いいね。足をさばいて。いいか。じゃあ、何しろ。何しろ。見えるところ。見えないところ。で、さっき。見えないところ、じゃあ見えないところでしたね。今日はじゃあ見えない、ここでやらない、ここでやらない、ここでやらない、やるのはここまで、ね、それで何回やる。じゃあ 技変えてってください。今下やりましたけど、今こう下もう来ました。今度上からこういうふうに転換しても、転換しても転換するね、見えないところ、これちょっと見えるのやるな。さらにこう上げる、右でこうしたら見えますよね、見えないんですよね。さら上げる、そしてこの頭、自分の頭で見えないところに行ってからっていうのをちょっと記憶させる、それを考えながら、そうするとさばきもそれにうまくできるようになってくるから、それやらないでうまくいったら見えないところ、失敗したら見えるところじゃなくて、なるべく頭でね、優先順位を見えないところって決めちゃう。そうすると見えるところでやらなくなるから。
そうするとすごくいいかなと思うんですよね。だから相手が来たら見えないところ、見えるよね、見えないところ、これで初めて。この手上げたいんだけど、こうやってんのか、全然くぐってくれないし、こうやって上げよう上げようと思ってない、いらない手だから、展開してこう書いて、いらない手ですよね、いらない手、こっちやばい、いらない手だから、全然その上げ、あんまりこの手をこの手の下から入ってとか、それを考えてないんですよ。彼が見えないところに行ったら、こう手、こう手なんですよね、これ邪魔ですよね、邪魔だから後ろやってるのか、これだけど、だからあんまりここにこだわってさ、ここの意識がこの手いっちゃったらこうなっちゃうから、だから入ったらもういらないで、いら、この手いらないから向こう行ってちょうだい、それでこう、あんまり手にこだわらない、いらないから向こう一緒に行っちゃう、それだから、だからここだと見えたんですよ、だから見えないところに行ったら。この手、この手こっち上げようとすると思って、すごい重いですよね。この手、僕の後ろに来ればいいんだから、こう回してれば、なんていうのかな、これ、あんまりみんなこうやって上げてる感じ、ここの下に入りたい、もう難しいよね、こういうふうにずれてくれってことは、なんかこっちの方に出してるから、自分の後ろに、後ろにこういうふうに、で、こういうふうに行けるから。じゃあ今度は同じ転換、転換をして見えないところ、これ見えないですね。まっすぐ来れば必要なんですよ。右で見えない。まっすぐ来れば見えないところに、見えないところにして転換をして、この後ちょっと見えちゃう。ここまで入って、まっすぐ、まっすぐ中線に。で、ずっと見えない。ここはずっと見えない。ここはずっと見えない。見えない。あ、みんな見えないところまでいい。見えないところから、この手に紙を取ってあるから、この手紙をこうなってやったら、あんまり気にしない方がいいですね。この手つかむ必要もないし、何もその必要ない。こう来たら、そのまま機体にこうつけて、回れば。切れちゃったとしても、別にこういう、さっきはこのままこうに入ってたんですよ、こっちだからこういうね。今度は、こう来たらさ、見えないところにいたら、今度は自分がこう行ったら、ちゃんとじゃん。別にこう行かなくても、ここでこういうふうに回ってきて、こう落とせば、なっちゃうから、別に手をこの、塩投げの形通りこう掴んで、片手で、見締めてってやるんじゃなくて、見えないところに自分が出てきて、切れちゃったら切れちゃったら別に構わないんですよ。やった方がいいんじゃないかと。今日の目的は見えないところでやりましょうって伝えました。だあんまり塩投げのそういう形、共犯になるように形別に構わない、ね、見えないところ、今度は転換、こっち、自分がこっち見えないですよね、でこっちとこうなってきて、ここにってずっとカラーこう見せて、転換して見えなくなった、したら抜いて見えないですよね、こうやって切り返しで、ドカーンってなくらないで、最近ね、気がついたんですけどね、切り投げね、こうじゃないですか、こうに来て、こっち来ますよね、まだ見えてますね、見えないですね、やっぱね、みんなここに落とすんですよね、この墨落としで落とします、関係ないから、というのが気づいたんです。どうすればいいかって、自分がこっち行ったの、こう見て、そうすると自然とこう見ますよ、そしてこうか、自分の中に入ってます。前はここに落としましょうって言われたの、別に落とす意識も何もいらない、ただ通り抜ける意識だけですか。見えなくなって転換しました、見えなくなるところまで行きました、
通り抜ける意識、この手を落とす必要ない。通り抜ける意識だけ、通り抜けて、こう来ると、自然通し、そして自分の中に入ってきた。それを上から下。いいんじゃないかなってさっき思ってたんですけど。じゃあ、ちょっと見えない意識で、見えないっていうか、あの重点を置いて、見えないやってみましょう。通り抜けって言ったんです。みんな通り抜けるのいいんだけど。ね、こっち、通り抜け、通り抜け。意識がさ、通り抜けるって意識は、僕はこっちだ。僕の目に見ると、こっち。こっちに抜けてる。こっちにあったね、こっちにあって転換しました。見えないところ来ました。これ通り抜ける、こっち来てるの。見てる場所わかりますか、僕の姿勢。こっち来てるの。こっち意識してるの。意識、僕の意識はこっち。こっち、あの辺行っちゃったよ。こう回ってきたら、ほら自然とくっついてるから、こうなっちゃった。で、ここ。みんな意識がさ、通り抜けるってのは分かってるんだけど、彼の体を下に落とさなきゃいけないと思うから、みんな意識ここで通り抜けなきゃ、通り抜けなきゃ。こうなったんだよ。そうするとうまくないの。うまくないって。あんまりうまくいってないの。こっち来てんだから。僕の意識、割と。で、ここ気にしてないの、この辺。気にしてないの、繋がってるだけ。繋がってて、僕の意識はこっち来てる。こういうふうに落ちて。ここは、自然と手なんかは別に落とそうと思ってないです。だから意識の使い方っていうかさ、みんなこうなって、こう落として、それ通り抜けないかって思うから、こうなって。じゃないかな。だからその辺うまく、意識の使い方、コントロールして、うまくちょっと体を動かしてください。目標ってのは、こう例えば、ね、こうやって入ったら、目標は一旦は見なきゃダメ。見ないで、目くらでは目標はあっち行かなきゃと思ってはいけないから、目標わかんないから。最初はだから、こうやって見て、あ、後ろ見えないところまで行ったら、そしたら目標見るの。目標、あそこだったらもう別にずっと目標に取られてることじゃなくて、目標は自分のほら意識にあるから、そしたらあとは入ってなくてこうやってるだけね。そういう感じにした方がいいと思うんですよ、ね。目標の定め方っていうのはやっぱり見ないとそこいけないからと思うんですよね。見たらだから通り抜けて、例えばこうやって見てるのね。あそこ行こう、それからこう、みんな目標の見方がさ、なんかどこ行きたいの？いや、そういうふうに思われちゃう感じでやってると、やっぱりうまくない。目標見ないでやったっていけないんだもんね、これ。場所わかんないから。一旦見て、それから、あ、一旦見るんじゃらないと。じゃあ次。じゃあ一挙みたいな。見えないとこね。見えないと、ここはちょっと難しいですから、見えないとこで、どうしたらいいかな。表だと見えちゃう。こう来たら、見えちゃう。なるべく振らない。見えない。じゃあちょっといろいろ言ってみましょう。見えないし、ね、こうやってきたら、こんにちはなんちゃう、こんにちはならないためには、こう入ってきて、支えてるんです。でそのままこういったらこんにちはだから。だから自分はこっちへ、さっきと同じようにこっちへ少しこう出てきて、こっちへ。そうすると見えない。こう来て、見えないし、いつも見えない位置。見えない位置を取ってる感じ。ずっと見られないんで、なるべく見られない。こっちからね、自分がこう来たら、こっちへ入ってるんですよ、ね、そして、その方がいいんじゃないかなと。あるし、こういう傾向がいいかなと思います。まあ、じゃあそういうことです。じゃあ、呼吸をやりましょう。すいません。